端玉章について勉強していきましょう。川端玉章、1842年生まれ、丸山派最後の大家であり、明治の画壇を先導した教育者として知られます。玉章は京都の蒔絵師川端左平の息子として生まれました。11歳の頃より丸山応挙の孫弟子にあたる丸山派の画家中島来生に入門。玉章と同時期に入門した弟弟子には河野梅玲がいました。また玉章は南画家の小田海泉にも学びます。続いて24歳の頃より江戸に居を移し、チャールズ・ワーグマンと高橋由一に油絵を学んでいます。玉章25歳となる1867年には大政奉還がなされ、明治政府が樹立しました。1882年に政府主導で行われた第1回内国絵画共進会に出品し、褒章を受章。続く1884年の第2回においても受章しました。1886年にはフェノロサと岡倉天心によって東京美術学校が開校。3年後の1882年には玉章も丸山派の教師として迎えられました。玉章は天心画塾という私塾を持っており、結城染め、木村武山、平福百水、杉浦翡翠を育てています。1891年に玉章は画壇の後進育成のために画塾同士の交流を働きかけ、日本青年絵画協会を設立しました。玉章の作品を見ていきましょう。玉章の代表作はナイアガラ瀑布図。樹木や霧の表現は丸山派を受け継ぎながらも、西洋画の影響を受けた低い地平線と奥行きのある構図となっています。またナイアガラの滝という主題の目新しさもあって、本作を特徴的なものとしています。玉章はその後も丸山派の伝統を受け継ぐ大作家として君臨しつつも、教育者としての活動を続け、晩年となる1910年には川端画学校を設立。玉章は大正2年となる1913年に亡くなりますが、画学校は息子の川端玉節、藤島武二らが後を継ぎ、太平洋戦争中に廃校となるまで黒沢明、横山三沢ら春英を輩出したのでした。以上。